今日はどういう風の吹き回しだ。言ってみたらどうだ。戻らなきゃならないんだが、この子は面倒だ。室外機がうるさくてしょうがない。いや、それでも一人になれる場所は貴重だ。ん？誰がこんなところにステッカーを貼ったんだ。まったく。中で変なことをするやつがいたらどうするか、お前も知ってるだろう。そうだ、いたずらっ子たちにあらかじめ言っておこう。エルベが変なことをしでかす心配はない。ああ見えて節度のわかるやつだ。もっとも心配するところはそこじゃないが。お帰りなさい、ご主人様。何かご注文は？これで十分か？ち、ここでか。面倒なことをしてくれる。チビどもが好んでやってもらうことだな。任務を引き受けてからサボりに出たってか？やってくれる。私も同じことをしてやろうか？報酬があるんだ。羽を伸ばせるときは我慢せず発散しろ。たとえ祭りの後が虚しいと分かっていてもだ。新しい手紙だ。機密事項か。そう。ち、からか。すまん。もう一缶持ってきてもらえるか。委託組が戻ってきた。さっさと決めろ。出迎えはお前か、私か。どっぷりハマれ。受け入れろ。お前は私に呪いをかけたのと同じく、今私もお前に呪いをかけてやる。信頼、愛という毒にやられてくたばっちまえ。私もお前と一緒よ。どっぷりハマれ。受け入れろ。お前は私に呪いをかけたのと同じく、今私もお前に呪いをかけてやる。信頼、愛という毒にやられてくたばっちまえ。私もお前と一緒よ。お前は応援されたいのか、叱られたいのか、はっきりしろ。突っ立っているだけなのは性に合わない。そっちも順調のようだな。いらぬ心配をかけさせる。ち、
わけのわからんやつ。